あ、これセーラームーンですね、これ。あ、ストライカーズやりましょうか。どうちゃうのかな、こっちからやろうか、こっちからね。はい。ストライカーズ、まだ実況プレイ一回もやってないですからね。好きなんですけどね。2、3まで出てるんですよね、これね。じゃこれでいいや。1945ですけど、これね、カプコンの19シリーズとはまた関係ないですから、よく似てますけど。カプコンの19シリーズはまた別ですからね。これ最強ですもんね。最強のメーカー、最強のメーカーのやつだから。ああ。うわ、難しい。うわ、早っ。もうなんかロボットっぽいやつができた。うわー、むずい。なんかボトムズに似てるな、顔が。うわ、むず。うわ、難易度が高い。あ、これでクリアか、1面。ああ、これもうカプコンの19シリーズを引き継いでる感じもしますよね。なんかゲーム性がなんとなくね。カプコンの19シリーズは1944までしか、44までなんで、それ以降出てないですから。 19XX しか、1944以降は 19XX しか出てないから、それ以降のね、1945って感じで、ストライカーズは。だからまあカプコンの19シリーズの続きがストライカーズ1945って感じでね、思いますよね。その年号がちょうど続きになってるから。おお、カプコンの19シリーズは1941からね、1944までだったわけですから、1941、1942、1943、1944って感じでね、出てますから。まあまあ元祖は1942ですけどね、1941の方が新しい作品で出ましたけど。まあカプコンの19シリーズの中で、まあ、1911が、1941が一番こう年号が古いというか、西暦がね。1942が一応元祖なんですけど、19シリーズもね。バイクみたい。あ、バイクじゃないな。一瞬バイクに見えた。さっきのロボットみたいなやつの頭の部分やね。
ああ。ああ、むずいな。うわ、つかボムがあるのにね、ボム使うの忘れてるな、俺。これね、ボムです。やばくなったらボムを使って敵の攻撃を回避する。3回使っちゃったな、今。そういや、これゲームオーバーになった時に時期を選択できないのかな。時期ね、何処理もあったから。あ、むず。ああ、時期選択できないんや。やっぱこの時期になってまうんや。弾幕だらけやな。とてもじゃないけど続かないね。弾幕多すぎて。はい、一応こんなもんにしときましょう。難しい。はい、これ K っていうのはどうちゃうのかな。あ、同じやな。さっきの1945ですね。2じゃないもんね、これ。1やもんね。じゃあいいや。